が見えない不安とかはあるけれども、でもだからこそそれって、まあ、こうちょっとこう人生のスパイス的な感じで、それHi guys, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。みゆきです。はい、今日この動画では、私の最近のね、お気に入りの、マインドセットを3つ紹介していきたいと思います。で、個人的にマインドセットとか、なんかこう新しい考え方を学ぶときって、日本語よりも、なんか英語の方がスッと入ってきやすいなっていうふうに思ってて、で、最近、今年に入ってから読み始めた本で、このメロディー・ビーティさんの Journey to the Heart っていうね、この本があるんですけど、この本は1日1ページとか1日1パラグラフ、新しいマインドセットとか生き方とか、ちょっとこうスピリチュアルな、まあ、そういうこうテーマに沿って書いてくれてて、例えば今日3月18日なんですけど、3月18日だったらなんかこうテーマ何々みたいな感じでパラグラフで書いてくれてる。で、この本がすごい海外のね、 YouTube とか Instagramer の人が持ってる人が多くって、私的にねすごく気になってたので今年に入って買いました。で、今日はこの本の中から私がね好きだなとかめちゃめちゃいいなと思ったマインドセットとかも考え方っていうのをねピックアップして紹介していこうと思います。はい、それでは早速まずね1個目から紹介していきたいと思います。まず1個目が1月2日の、Map Your Own Journeyというものですね。 Map Your Own Journey。 マップっていうのが地図っていう意味なんですけど、これ全体を通して私がどういう風に解釈したかっていうと、自分の地図に沿って生きるっていう風に解釈しました。なんか私も含めてそうだったんですけど、多分みんな人生のどこかのフェーズでこう誰かの期待とか、社会がこうね、こういうルールがあるからとか、親がこうしなさいって言うからとか、そういう、こう誰かの地図マップに沿って生きてるフェーズってあると思うんですよね。で、まあそれはそれであってもよくって、でもなんかどこかしら何かをきっかけに、こう自分って何やりたいんだろうとか、どういう風に生きたいんだろうっていうのを考え始めて、で、自分のマップっていうのを作り始める時期があるなって思ってて、でもその自分のマップを作ったからって言って、そのマップに沿って生きるか生きないかはまた別の話で、でも多分この本の著者が伝えたいことって、そういう、こう自分のマップがあって、それに沿って生きようねっていうことだと思ったんですよね。そうで、この自分のこう生きる道とか、ね、生き方とか、そういうのを地図とかマップで例えるのは、あ、すごいなんかこう英語っぽいなと思ったし、あと私のねお気に入りのセクションがあるんですけど、ちょっとそこをシェアしますね。 Pack your bags, get out your map. Don't worry about where you go and what you see. Go where your heart leads. Your soul knows the way. It will speak quietly through the voice of your heart, your wisdom, your intuition.で、これはもう自分のね荷物を背負って、で、地図持って、で、まあ、どこに行くとかね、何を見るとか、そういうの何にも考えずに、とりあえず自分のハート、行きたいって思ったところに行けばいいよとか、やりたいって思ったことをやればいいよっていう風に言ってて、で、まあ、そういう、こう先がね見えないけど、でもこれまでの自分の経験とか知識とか、自分の直感とか自分のハートっていうのが、まあ、その行った先で何をすべきかとか、どういうね対応すればいいかっていうのはもう知ってるから、ね、何にも心配しなくていいよっていう風に言ってて、で、このね、ここのセクション、今紹介したセクション、私の中ですごいこう響いたっていうか、めっちゃいいって思ったので、ね、こんな感じでマーカーをねつけて印をつけてるんですけど、はい、まあ、まず一つ目はこの Map Your Own Journey というものですね。自分のマップに従って生きる。はい、次に、2つ目なんですけど、2つ目は1月6日の Embrace the Unknown っていうテーマです。チャプターかな。はい、で、この Embrace っていうのはこうやって抱きしめるとかね、そういった意味があります。で、この Unknown っていうのはこう先が見えないとか、わからないとか、知らないとか、まあ、そういったニュアンスですね。で、まあ、これ要するに先が見えない不安とか、ね、何が起こるか分かんないから、そういう、こう恐怖とか、まあ、そういうのをエンブレース、その受け入れてあげようねとか、抱きしめてあげようねっていうことかなと思うんですけど、なんかそれこそ日本って4月が新しい年度の始まりで、ちょうど今この時期、3月4月この時期が本当にたくさんの人にとって、ね、引っ越ししたり、なんか職場が変わったり、新しい学校に入学したりとか、そういう、こう生活とか環境にね変化が出てくる時期かなと思うんですよ。
で、なんかそういう時ってすごいなんかこう友達できるかなとか、ね、仕事うまくやっていけるかなとか、そういう不安だったり恐怖だったりっていうのがあると思うんですけど、でもこの Embrace the Unknown っていうこのマインドセットがあれば、なんかこうそういう先の見えないことに対する不安とか恐怖って、まあ、持ってて当たり前なんだよとか、ちょっとこう自分に優しくなれると思うんですよね。こう Embrace the Unknown、 そのもうその不安とか恐怖抱きしめてあげるっていう意味で、だからこれから始まるなんか新しい生活とか、ね、新しい環境に対してちょっとこう不安だなとか、ちょっと緊張するなとか、まあ、そういう風に思ってる方はこのね Embrace the Unknown っていうこのねマインドセットをぜひ覚えていってほしいなと思います。で、ここでもね、私のお気に入りのセクションがあるのでちょっと紹介しますね。 If we knew everything that was going to happen, we wouldn't need to experience it. There would be nothing to learn, explore, or gain. We would stay in our heads instead of our hearts. So often, it's the surprises of the moment and hours, that unexpected twists and turns that give meaning to our journey and make our lessons come alive.で、これはあの本当にあのその通りだと思ったんですけど、あのもし先未来に何が起こるとか、どんなことがあるとか、そういうの全部分かってたら、なんかそれって別に自分経験しなくてもいいし、なんかそこから学べることってすごい少ない。で、それってなんかこう自分の頭の中で生きてるだけで、あの自分のハートでは生きてないよねっていう風に言ってて、でなんかこう人生って何が面白いかっていうと、その先が見えないからこそ、その行った先ですごいサプライズがあったり、なんか思いがけない、ね、ハプニングとか出来事があったり、なんかそういうのを通して私たち人間って、ね、なんか新しいレッスンを学んだりとか、新しい経験があったりとか、こう人として面白くなる。そうだから、こうやっぱり先が見えない不安とかはあるけれども、でもだからこそそれって、まあ、こうちょっとこう人生のスパイス的な感じで、それが人生を面白くさせるんじゃないのかなっていう風にね、そういう風にあのこうこれを読んでね、私はハッとさせられました。あ、そうだなと思って、はい、これがね2つ目です。はい、そして、3つ目が、次はね2月に飛びます。2月の、24日、2月24日の There's Power in Stillness というテーマです。 There's a Power in Stillness。で、この stillness っていうのは日本語で言うと、まあ、こう静かなとか、まあ、静けさっていうのかな。そうだから、その静けさの中にあるすごいものすごいパワーみたいな、そういったテーマなんですけど、これどういうことかというと、なんかこう私たちがすごいそわそわしてる時とか、焦ってる時とか、なんかもう何かに対してものすごくこう頑張ってたりとかする時、まあ、そういう時よりもなんかこう自分がすごい落ち着いてて、自分がすごいこう自分に対して自信があって、自分の今いる場所とか自分の選択したことに対してこう信頼があって、そういうこう落ち着いてるとか静かな時の方が、なんかマジックとか、こう思いがけないラッキーなこと、出来事とか、こうミラクルって起きるよねっていうことで、これはね、あの本当に私はすごいあの共感しました。あのこれまで自分の過去を振り返って、すごいもうこうハッスルハッスルハッスルってめちゃめちゃ頑張ってた時もあるんですけど、でも意外とこう自分のフローに乗ってる時、なんかあこれでいいんだと思って、こう静かに自分のなんかやりたいこととかを着々とこう落ち着いて進められてる時の方がすごい結果出てるなとか、でなんかそういう風なことがあります。なんかこうパワーあったなっていう風に思って、まあ、だからといって、ね、こうハッスルするとかめちゃめちゃ頑張るとか、そういうのが悪いっていうんじゃなくて、なんかこの本で言ってるのは、そういう、ね、こうハッスルする時間、すごい頑張るっていう時間も大事だけど、でも24時間365日ずっとハッスルしてるっていうのは良くなくて、やっぱり一日のどっかでこう自分の心だったりマインドだったりっていうのをこう一旦落ち着かせる時間っていうのが、まあ、必要ですよっていう風に、言ってます。で、ここでもね、ちょっとお気に入りのセクションがあるので紹介していきたいと思います。 Take time each day to seek out stillness to find that sacred spot. Let your mind and soul be at ease. Don't grasp and grab for the magic and miracles. When you reside in that place of stillness, the joy, miracles, magic you're seeking will find you. はい。で、これはあの、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、毎日の中でそういうちょっとこうステオネス、静けさ、自分があの静かになれるとか落ち着く時間を見つけようねっていうことで、で、まあ、そうすることによって自分のマインドとソウル、自分のハートがすごいこう落ち着く。で、なんかこう Don't grasp and grab、 そのミラクルとか、まあ、ラッキーなこととかミラクルとかをそうやってもこう
掴もうとする、もうこう無理やり掴もうとするっていうよりかは、まあ、そうやってこう自分のマインドとかを落ち着けることによって The joy、 その楽しみだかミラクルとかマジックっていうのがその、ね、自分が欲しいと思ってる、ね、出来事が向こうから勝手にねあなたのところにやってきますよっていう風なことを言ってます。でこれはすごいこうちょっとスピリチュアルな要素が入ってると思うんですけど、でもね私はこの考え方すごい好きだなって思いました。なんかだからこそ毎朝とか、まあ、1日のどっかで瞑想をしてみたりとか自分のねちょっとこう心をね落ち着けようっていう風にね思いました。はい、以上が私の最近のねお気に入りのマインドセット、3つ本からね紹介していきました。でさっきも言ったんですけどこの本すごいね1日、まあ、1パラグラフとか1つのテーマですごい短いので、例えばこう読書ちょっとやってみたいけど読書苦手だなと思ってる方と か、 なんか今年は英語頑張りたいなと思ってる人とかにすごいこうぴったりかなと思います。こう英語も学べるし、なんかこういうマインドセットとか考え方も学べるから本当にねこの本は、おすすめします。 Amazon とかでもね買えると思うのでね、はい、ぜひ手に取ってみてください。でこの本はやっぱりね365日続く予定なので、今日はまあ1月2月の中から私がお気に入りいいなと思ったものを紹介したんですけど、まあ、これから3月4月とか読み進めていく上でなんかこうあいいなと思ったものがあればねまた紹介していこうと思います。はい、というわけで、今日もここまで見ていただき、ありがとうございました。もしこの動画がね気に入ってくれた方は、まあ、いいねボタンもしくはチャンネル登録もねよろしくお願いいたします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you so so much for watching this video and I'll talk to you guys in the next one. Bye! I'm worried about the way I've been living. I'm worried that you look at me different. I'm worried that this will all change. I'm worried